宮永川は、沖縄県の石垣島南部を流れる二級河川。島内で最大の河川である。県内最高峰の表岳の北東の中原を、源流とし、上流で支流の石橋川、底原川と交流する。中流は、先山と宮永大地の間を流れ、支流の平岐奈川と交流しながら蛇行した後、南流して宮永川にへ流れ出る。 下流部の流れは緩やかであり、ボラやサヨリが川口から2 5トルの赤、下橋付近まで遡上することもある。自然の菓子が多く残り、下流ではお昼着などのマングローブ湿地が発達して、宮永川の昼着林として1972年に国の天然記念物に指定されている。また近年はカヌーによるエコツアーが川口部で行われている。 宮永川土地改良事業の水源として、源流付近に前里ダムや低減ダムがあり、流路の両側には、サトウキビやパイナップルの畑、水田など農地が広がっている。一方で、これらの農地開発などのため大雨後には、土壌が流出して、宮永湾が赤く染まり、県内で最も赤土流出が激しい河川として知られる。かつては、川口部が、 不渡りと言われ歩いて渡ることができ、満潮時には都市を利用していた。河口の宮永橋は宮永親雲城長寿によって、順次15年に初めて架けられ、島の東西を結ぶために修理や架け替えが繰り返された。また、宮永橋の上流に大浜橋があったという、宮永湾は、遠浅のため、県立36年の八重山地震による名和の、 大津波では宮が集落で1050人が死亡するなど大きな被害を受けている。なお、この時、津波は宮永湾から宮永川と平義縄川を逆流して、明倉湾まで流れ込んだとも言われる。しかし、これは、牧野清の八重山の名は大津波に基づくもので、古文書に記録はない。むしろ、古文書には津波が、 そのような経路をたどった場合に通過するはずの宇多きが無事であったという記録が残っており、津波が宮永湾から明倉湾へ抜けたとする話と整合しない。1937年頃には下流西岸に生闘工場が建てられ、これに伴い磯部集落が形成された。また、中、上流域には沖縄本島や宮古島などから入植があり、1938年に、 海南1941年に河原1950年に山は1957年に尾本の各集落が開拓された。近年は流域で市営団地の建設も進んでいる。ありがとうございます。